ね。秋晴れの中の森歩きはとても気持ちいいですよね。この先に広がる紅葉の世界を目指し、ゆっくり進んでいく。楽しみですね。ワクワクします。あちらの斜面見ていただきます。岩がゴツゴツしてて、ね、気がついてないところはここ。本当だ。岩肌が剥き出しになってる。こちら接触地点です。この鏡の方を対応する地点です。そうなんだ。この辺とっても雪が多い場所なんで、雪崩が頻繁に起きるんです。この切り積もった雪が雪崩となって斜面を削ることによって植物がつけづらい地形になる。只見町は日本有数の豪雪地帯。積雪は麓の集落で 2-3 メートル、山間部では6メートルを超えることも。そのため至る所に接触地形があります。これだけ標高が低いところで接触地形が見られるのは世界的にも珍しいそうです。ここまで。